まあここでね、僕がどうしてウイママをこんなに愛してしまったのかの経緯をちょっと話していこうかなって思うんだけどさ、チョコ先生がオフコラボでね、呼んでくれたんよ。ウイママとね、僕をそのチョコ先生が呼んでくれなければ、実は僕はね、しぐれういと絡むつもりがなかったんだよ。僕はね、昔その女性作家にいじめられた経験を経て、女性作家恐怖症になっていたので、きっとしぐれういも僕のことをいじめるんだと思っていて、本当に怖かったんですよ。ほえー。そう、ただね、会った時に、まあ、声をかけたら、急にまあ、ういママがこう、ずずいっと僕の方に来て、のりおママの、あかねちゃんの同人誌、読んでましたイラスト見てました姫事も読んでましたって言ってくれて、え僕のママのファンの方って思って、はいはい、のりおママのファンだったらもしかしたら僕に優しくしてくれる可能性は高い。ただしかし僕が今日のコラボによってはもしかして僕は嫌われてやっぱいじめられるルートに入るのかなっていう、まだねそんなことはない、拭えてはいなかった。女性作家はねそういうものっていう僕のね脅迫観念があったから、怖いな怖いなって思いながらね、コラボもねなんかあんまりこう、はい、先生をこづいたりしたら、あの犬山玉木とかやつも呼ばないでくれよみたいなこと言われるかもしれないから、いやうい先生そうなんすね、いやいいっすね、いやうい先生可愛いっすねみたいな感じでね、下手に下手に出てたんですけども、はあ、なんかいい人なんだよね、優しい。いや普通なんだよな。なんかこう僕が会話がちょっと疲れた時にういママが、えじゃあ玉木くんはどうなのってこう振ってくれたりとか、優しい人だなと思って。僕に振ってくれた話題を、女性作家が僕に話題を振ってくれってことは、女性作家なんだと思ってんの。僕をコラボの輪に入れてくれてるだと、いじめられてない、はぶられてない、トラウマ、トラウマがすごいね。で、その後に、実は今日ちょっと会うの怖かったんすよね、みたいな。なんか そこでなんか怖かったんすよねって言われて、そうそうそう、まあって思ったけど。女性作家に昔いじめられて、みたいな話をしたら、そんなひどいことをするなんて、本当にひどいことだし、すごくかわいそうだと思います、みたいな。温めてくれたんよ。朝まで、浅い言葉で慰めてくれたんよ。嬉しいが。嬉しいと思って。あ、待って、僕のさ、二人っきりだねって、これ、舞元のセクハラの文言じゃん。あ、ほんとじゃん。あ、舞元がさ、おしっこの音配信のスタン知ってる？え？え、あ、ごめん、知らなかった。ごめん、変なこと言っちゃった。あははは